とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はランダム装備でここをクリアしていきます。ラストステージ、黒曜石の塔ですね。はい、それでは、装備を選んでいきたいと思います。まず、武器。近接武器は、上から、10番目の真ん中。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10! 締め具。なるほど。で、弓は、上から5番目の真ん中。1,2,3,4,5! おお、悪くねえぞ。防具次第だな。防具。上から、8番目の右。1,2,3,4,5,6,7,8。不安定か。あ、でもまあ、防護さんがついてるから、まあ、それなりにいいけども、エンチャント良くねえな。はい。で、アーティファクトですね。最後。アーティファクトは、上から、4、5、6番目の、全部真ん中。1,2,3,4!5を、あー、まあまあ、キノコ来ただけマシか。あ、なんかちょっと面白いかもしんない。この装備で、やっていきます。それでは行きましょうか。エンチャントがこんな感じでいきます。締め具が衝撃波旋風輝き。で、不安定なローブが、タンブルビーと瞬速ですね。ぐるっと回って、高速移動しながら蜂を出す。で、ハープクロスボウは、追い打ち連鎖反応マルチショットの虚無ですね。いきます。おい。あ、ちょっと待って。なるほど。これはちょっと耐久力、結構厳しめだぞ。うん、これちょっと耐久力厳しいな。オッケーオッケー。あ、でもまあまあしっかりね、回復していけば大丈夫。輝きで、うん、輝きで、ま、なんとかなる。オッケー、いくぞ。ああ、なるほど、そうだわ、分かった分かった分かった、なるほどね。クールダウンついてないからキノコが切れることがある。うん、だからそこをちょっとね、注意しないといけませんね。そうかそうか、キノコが切れるか。うん、なので敵の真ん中に突っ込むときには結構気をつけていかないと、これはやられるね。おいおいおい、これは、おい待てって。結構あれだね、遠距離の敵が厳しいかも。 OK、 いけ。いやー、たくさん欲しいな。おーい、待って、飛んでいけ。嫌なやつ。よし、行くぞ。待って、よっしゃ。いや、ほんと嫌なやつこいつら。よし、でもまあまあいけるね、いけるいける、全然いけるわ。ただちょっと矢が少なくなってきたからちょっと心細い。せめて200本ぐらい欲しいな。ちょっとこれ難しいぞ。やばいやばいやばい、キノコ切れたりするとまずい。あ、でもパワーポーション入ればめちゃくちゃ強い。パワーポーションいいね。常時欲しいところだけども、まあ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 、そう簡単には出ないわな。 OK、 いいね、いきます。ちょっと
敵が出終わるまでこっちに待機しようかな。オッケーオッケーオッケー。パワーポーション入ってる間にこのロイヤルガードは倒しておきたい。お、矢が出た。いいね。うん、あぶねえ。よし、ナイス。やっぱね、ホルンすごい優秀。ホルン優秀ね。敵がものすげえ遅くなるんで、ホルンあってよかったわ。ちょっと待って、これ厳しくないか。オッケー、危ねえ。おーい、エンチャンター無理。無理、危ねえ危ねえ危ねえ。ちょっと待って、これもうどうしようもない今のは。そこに、ああそうか、ガーディアンの目で行けばよかった。いや、攻撃きついって。あぶねあぶね、攻撃はきついよ。ああ、あ、じゃあトゲはきつい。よし、あと2回ね。まあ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 、まだまあギリやられてもいいから、ちょっと冒険しながら行きましょうか。いやいやいや、安全に行こう。矢は150本。おお、十分十分、これぐらいあれば全然いけるね。移動は収束を使って早めに行こう。ああで、ここの向こうに渡るのは、あ、このテレポートが初めて役に立つかも。よし、いけたー。オッケー、危ねー危ねー危ねー。もっ、よし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 、オッケー、しっかり回復しよう。輝きでしっかりと回復していこう。んでもって矢はね取ります。でキャプテン、うーん、いや、やめとこう。なんか変なの来たらまあやられるから危ないって。ここでガーディアンの目、いや無理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 、とてもじゃないけどガーディアンの目じゃ無理、倒せん。なんか邪魔だな、あのアーティファクト。むしろない方がすっきりしていい。うん、あるとなんかちょっとね、誤射してしまうことがありそうなんで、ちょっとやだな。オッケー、まあまあまあ、もう少しで、ボスでしょう。オッケー。クールダウンって、重要だったんだな。ものすごい重要だったんだな、クールダウン。クールダウンがないだけで全然回転率が悪くって倒しにくい。これストレスだわ。よし、しゃ、ね、クールダウンが1個でもついてればホルンとかもすごい使いやすくていいんだけどね。いや、やっぱりあれだわ、一番は本当にキノコが常時使えてないっていうのが本当に厳しい。しゃいや、一応いける、一応、いやいや厳しい、一応いけるっていう感じだけどもね、厳しいな。ガーディアンの目ってなんだあれ、本当に。え、パワーそんなに低くないでしょ。ガーディアンの目255だ。255でありながらあの火力だからね、なかなかだよ。 OK、 いけましたね、ボスです。まあまあまあ、ボスは楽勝だとは思います。まあ出てきたら、ホルン当てて、あとは普通に攻撃していけば
えてる使えてる。おお。しゃ。おおこいつ。よし、オッケー。いや、こんなじっくり戦うことってまずない。最近まずない。よし。ほい。あ、効いてる。フォロー効いてるわ。あ、こいつに意味あったんだ。避けれる。お、避けれた、避けれた、避けれた。オッケー、オッケー。危ない、危ない、危ない、危ないよ、危ないよ、危ないよ。避ける。おー、いいね。こっちも気持ちいいぞ。はい、ではクリアですね。やっぱり旗取らないなら全然余裕っすね。うん、ある程度の装備があれば旗取らないならクリアできます。はい、ということで今日は、ランダム装備選んだやつがシメグ、不安定なローブ、ハープクロスボウ、なかなかぬるかったっすね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。